とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロランチョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今シーズンは、ガントレットが2回の報酬で出てますね。これが、締め具になるのか、チャレンジしてみたいと思います。なるかな?どうだろう?でもここでね、ハープーン取っていかないと、結構きついんだよね。ボスがきつい。まあまあ、チャレンジしてみましょう。はい、それでは最初の難関のボスですね。ハープーンないからな。でちなみに、ガントレットを黄金にしました。毒の雲がついてます。エンチャントは火属性さんの待ち伏せですね、まあ、とりあえず地雷を打って、であとはなんとかしよう。お、なんか出てこねえぞ。お、バグった。おお、なんか、おお、なんか分からんけど、いい感じだった。なにそれ、なにそれ、降りてこんかった。ああ、楽勝。いや、最初のボスを倒せたら、意外と普通に来れましたね。で、ユニーク職人、どうだろうか。なるかな。いきます。おお、来た。来た。当時の締め具、今回締め具になります。よし、来た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 。いや、でも言うほど強いか、どうだ。うん、まあ残り少しクリアしていきましょう。そうね。ちょっと待てよ、やっぱりこれはね。ちょっとキノコないとやっぱ微妙っちゃ微妙なんだよね。強いには強いんだろうけどね。でもやっぱりキノコが欲しいんだよな。まあまあまあ、クリアは多分できると思うんで頑張っていきます。 OK。 うん、あ、やっぱね、マウラーズとはね違うね。うん、マウラーズとは火力が全然違いますよ。よっしゃ、オッケー。ちょっとエンチャントが良くないもんな、今回の。とにかくエンチャントが全然ダメなんだ。せめてね、衝撃波か旋風どっちかがついててくれれば使えたんだけどな。でもまあまあまあ、締め具になったからいいじゃないですか。パワーシェイカーとの相性は抜群。いけるか、ここがさ、ここいける。まあとりあえずタンブルビーだね。いくぞ、いきます。あ、固まった、最悪。いや、でもいけたー、いけた、 OK。 あいつさえ倒せればなんとでもなる。オッケー。毒の雲入ってるからね、これ。毒の雲入ってるから、抜群に強い。よっしゃー。では次行きましょう。問題は17回。あそこが、難しくなると思うんだけど、まあまあ、今回ね、弓しか大体使わないんで、いけるっしょ。今回結構矢も出てきてくれたんで、弾数もまだまだ残ってます。うん、こんだけありゃもう十分よ。タンブルビー任せたぜ。倒しきれてない。でも毒の雲が入ってくれてるおかげでだいぶ違う。うん、毒の雲は強えな。じゃあちょっと待ちお前、うっとしいなこいつ。よし、蜂どんどん出て。この辺リーチの短さだから弱点がもろにあるわ。ちょっとあっちうっといな。
まずはこいつから倒しとけ。しゃ、もういない、こっち側。なんかいそうな気もするんだけど、大丈夫か、いないか。じゃああとは先の方に 3,4 体いておしまいですかね。 OK、 いいんじゃない。もう固まるなって、めちゃくちゃやりにくい。はい、で乱射に変えて一番難しい17回に挑戦ですね。は、入る？あ、入るか。 OK、 いきます、いくぞ。とにかくダブルビーを切らすなよ。よし、ちょっと待って、投手役は早めに倒す。ジョイ、すごい、あいつ危ねえ。 OK、 あと遠距離が何体かいて、そいつさえ倒せば何とでもなる。よし、OK、 うん、もう太いなあいつ。よし、 OK、 終わり、いけた。まあ、結構矢は使ったけどね。クリアです。で普通通り行きましょうか。もう近接攻撃にはもう頼れないので、弓でなんとかしていくっきゃない。よし、うん、やっぱ毒の雲やっぱ強いわ。毒の雲間違いない。 OK、 あっちのネクロ早めに倒したい。固まるね、今回。今回結構固まる。やりにく。オーケー。終わり。もう少しで、クリアか。もちろんだね。行きましょう。でも入れるエンチャがほぼないんだよな。もう待ち伏せ入れ意味あるか。まあまあ、あ、いや意味ねえわ、意味ねえわ。タンブルビーもうなくなったんだ。意味ねえわ。虚無入れた方がよかった。うわ、ミスった。まあまあまあ、じゃないね、しょうがない、しょうがない。しゃ、あっね、ノーミスでいきたい。これはノーミスでクリアしたいんだ今回は。ボスがね、あいつだから、そこがちょっと気になるよね。ちゃんといけるかどうかね。ガントレット、こっちの方が強そう。こっちの方が強そうなんですけど、このままいきます。最後パワー何あげる。俺思ったんだけど、パワーシェイカーあげた方が良くない。これ締め具をあげるよりさ、乱射もねいいんだけど、多分パワーシェイカーあげた方が早く倒せる気がする。3300ぐらいが6500、こっちがいいでしょう。多分早く倒せるような気がする。で
エンチャントが、そうね、虚無2かな。あ、そうか、タンブルビー出ない。タンブルビーは出ません。仕方ない、それは。おーおー、いいダメージじゃん。パワーシェイカー上げるといいよ。結構ダメージでかくて使いやすいかも。うん、これアーティファクトダメージが上がってるんで、さらに強いもんね。おお、これめちゃくちゃいいぞ。これパワーシェイカー上げは大当たり。うん、大当たりかもしんない。うん、倒せない、倒せない、普通に倒せないよ。よし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 。でも次で弱点露出させて、いやーでもその後に続く攻撃が、まあまあ地雷があるか、地雷で結構減らせるって減らせるな。いくぞ。オーケーオーケー、結構減らしたんじゃない。いや、いいよ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 、いいダメージ。クリーパーどこ、怖っ。クリーパーのダメージ怖い。 OK、 あと2ターンか、そんぐらいだね。よっしゃ OK。いやいや、いいよいいよ、あと1ターン、うん、間違いなく次で倒せる。おお、なんかハマってるかと思った、ハマってないじゃん。よっしゃー、終わりー、いけたー。はい、今シーズンのガントレットは闘志の締め具になります。使いたい人は使ってみてください。頼む、そろそろ来て。ダメだダメだ、普通の怒り、衝撃1。シルカー最後見よう。レイキさん、あ、まあ、うんうん、無難なやつが出たね、取っときましょう。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。